カズマ様、綾殿はすでに我らがアジトにお連れした。ご安心を。将はすぐに現れるはずだ。この右京左京、影の務めに寸分の誤りもございます。肉を切り裂く華麗なる剣の舞、とくとご覧ください。将、将。はや。将、将。それ以上近づく。カズマは何を企んでいる。
この用事悪なき出かざし、そこに君臨しようと。そのために最終奥義を。任道最終奥義を得得できるのはこの世に二人だけ。任道継承者である翔か一馬。今闇の力に打ち勝てるのは翔、あなたしかいないわ。しかし最終奥義の教えは師匠からは何も。一人ではダメなの。男と女の気が合一しなければ。気の合一？最終奥義の秘伝は父から密かに授かりました。師匠から。男子に宿る力の木、その乱れを収め無垢な力に還元すること、それが気の合一に至る心の術。合一した木は宇宙とその波動を共にし無限大のエネルギーを生み出す。ショーン！これはまだ初めの一歩。達人にかかると山をも簡単に消せるというわ。師匠が隠していた意味が分かるような気がする。話は一部始終聞かせてもらった。この女はもらっていくぞ。勝ち目はない。最終奥義はもう俺の手の内だからな。言いたいことはそれだけか。最終奥義は俺のものだ。俺が手に入れる。このホールは地殻を貫き火の源へと伸びている。お前のエネルギーを誘い水にして地球の木を吹き出させ、俺がそれをものにする。そんなもの最終奥義と全然違う。敵の力が手に入れば何でも構わん。人に扱える力じゃないわ。人間を超えた力とな。バランスをなくした気は暴走を始めるわ。正気の沙汰じゃ。
ていてくれ。無限の力。これ以上は危険です。何を言う。爆発寸前です。指図をするな。しっかりしろ。ショウ、ここはもう危ない。立てるか。ショウ、今こそ最終奥義を。クズマの暴走を止めて。あれ！やっと来たか、ショウ。ここまで来たことは褒めてだが少し遅かったようだ。無限の力はすでに俺のものとなった。まさかアヤを使って無理やりに。もうその女も用なしだ。どうだしょう、俺と手を組む気はないか。共に支配者となれば欲しいものは何でも手に入る。貴様。お前の力では俺には勝てん。試してみるか。愚か。兄さん、まだ弱いと
アヤ。兄さん、カズマが守ってくれなかったら俺たちは跡形もなくなっていた。Thank you.